も日本が弱ければロシアはたちまち攻めてくる。家は焼け畑は取るほず、君はシベリアへ送りだろう。日本は僕らの国だ、赤い敵から守り抜くんだ。神風すき焼き芸者、腹切り天ぷら吹き山、俺たちの日の丸が燃えている。ゴールドサンライジングサン、愛国戦隊大日本。愛国戦隊大日本のリーダー愛神風こと神風武士は、有事に備え日夜体を鍛えていた。また彼は読書することも忘れない。これは外見は普通の本だが中身赤じゃないか。マルクス、資本論、共産党宣言、みんな赤じゃないか。狼藉者、やはりレッドベアか。ワンザスティック、クロー、話を話を待て。しまった、口を封じられたか。びっくり、君の教科書も真っ赤っか。これが悪魔の城です、クレムリン。ジャボチンスキー将軍、洗脳区懸念計画はどうなっておる。はっ、都内の本屋の全ての本を入れ替えるまであとわずか。もう少しで子供たちの教科書も我らが改訂版に。つまりあと5年も経てば、今の子供たちが大人になる頃には我々の思想が主流になっております。行け、全ての本を真っ赤にするのだ。ミンスク仮面、お任せください。さあ急げ、もたもたするな。話を話を話を、急げ急ぐのだ。作業は順調のようだな、ミンスク仮面。もちろんでございます。そんぐらすかきゃ、運べ、もっと運ぶのだ。話を、何事だ。いやこれは罠ではないか。いえ、縄でございます。そんなことは分かっておる。粛清、見ろ、シベリア送りだ。仲間割れとはレッドベアもおしまいだな。なんと、レッドベア、貴様らの爆弾はお見通しだ。子供たちに赤の本は読ませないぞ。そうよ、子供たちをロスケから守るのよ。何者？トーッ、トーッ、大日本。はい、神風、はい、すき焼き、はい、腹切り、はい、よいしょ、はい、天ぷら、戦え愛国戦隊大日本。大日本だと、こしゃくだ、行け、はい、よいしょ、とーとー。
色町遊び天国と地獄お一ついかが？これはどうも。さあどうぞ。これは恐縮。ルギーの白髪ミキ、僕ちゃん幸せ。あったか？請求書よ。またいらしてね。いい、もう結構。資本主義は怖い。天ぷらジャーン。あれしょ。ドンドンドン。エビ天投げ。あれしょ。あれしょ。前回り。突発天候発進。
ところが攻撃の発射国防シールド日本拳愛国富士山返し愛国富士山返し愛国富士山返し日本拳愛国富士山返し己大日本へひとまず引き上げこうして日本は赤の脅威から守られた。しかしロスケとの苦しい戦いは今始まったばかりなのだ。三国を守れ大日本。にくじけるな母なる国の悲しみを願わす奴らは許せない。米大尺天皇うなれ毘沙門天皇走れ兜率天皇合体だ。さて大日本ギルザコに愛国戦隊大日本
が送りだろう。日本は僕らの国だ。赤い敵から守り抜くんだ。神風すき焼き電車、腹切り天ぷら富士山、俺たちの日の丸が燃えている。Go the star, rise the star, 愛国戦隊第二本。